ローレライは2005年3月5日公開の日本映画。制作はフジテレビジョン東宝。原作は福井春都市の小説終戦のローレライ。スケールモデルオブアイマイナス507時は1945年8月。第二次世界大戦敗戦が間近に迫った日本。広島市に世界最初の原子爆弾が投下された。 海軍軍令部の朝倉大佐は、第二の原爆投下を阻止するため、官職に追いやられていた、木沼少佐を同盟国ドイツからの譲渡潜水艦イ5 0 7の艦長に任命し、独断でアメリカへの反撃作戦を決行した。イ5 0 7には、ナチスドイツの開発した、特殊音響兵装、ローレライシステムが搭載されていた。定員に満たない寄せ集めの乗員たちは、 日本最後の希望として出撃する。だが、木や千人将校の木崎隊員は、作戦の重要性にもかかわらず、潜水艦乗務経験がない乗員が乗り込んでいる、明らかに準備が悪い点や、怪しげな技士、高須が、ローレライの使用権を掌握している点、さらには自分たちにすら知らされていなかった、特攻隊員の上官や本来潜水艦から、 発せられるはずのない電信の発信音といった、艦内で起こる不可解な事象に異議念を抱く。出航から間もなく、E507 は、アメリカ海軍の駆逐艦3隻と開港。キヌミは、ローレライ軌道を即断し、その驚異的な策的能力で、勝利するがあと一歩で撃滅という場面でシステムは、突如緊急停止してしまう。戦闘終結後に問い詰められた高須はローレライが、 民間人の少女、パウラを媒介とする人間兵器であることを白状し、ソーダを担当した折笠上等兵をはじめとする上院に衝撃を与えた。ナチスドイツの科学の結晶とも歌われた高度な音響システムの中枢にあったのは人間の少女であることを知り、館内は不穏な空気が漂い、パウラの存在はばたたく間に全クルーの知るところとなり、折笠は 世話係を命じられる。当初は口さえ聞かないパウラだったが、自分を魔女ではなく、人間として見続ける折リカっに心を開いていく。また彼女の歌は上院に、癒しと安らぎを与え、次第に、官の仲間として受け入れられるようになった。しかしそんな時間は長くは続かず、長崎県に、第二の原爆が投下されてしまう。その直後に、 高須をリーダーとするクーデターが勃発。高須の正体は、軍属義士ではなく、朝倉より密命を受けた、海軍隊であった。その密命とは、ローレライをアメリカに供与した上で3発目の、原爆を東京に落とさせ、国家の切腹と呼ぶ、国単位での自決、日本国家の壊滅を目指すものであった。寄せ集めとして艦に乗り込んだ上院の一部は、 クーデター要員として、朝倉大佐から送り込まれており、その中には木の実が信頼する部下の一人でもある507の手のひら包丁、田口も含まれていた。クーデターは成功するかに見えたが、いつまでも、パウラを道具として扱う高須に失望した田口が、増反し失敗。さらに、パウラの能力によって、原爆を搭載した爆撃機の発進時刻を暴かれた高須はそのまま、 絶命する。この時本土と E507 との通信で計画の頓挫を知った朝倉は東京への原爆投下がクーデターの結果に関わらず不可避であることを明かす。直後に軍の首脳を集め彼らにも作戦の全容を公表した後にこれが神聖日本の幕開けだと叫び拳銃自殺を遂げる。木組が指揮権を取り戻した。 イ507はこれから第三の原爆投下を阻止するために独断行動を取ることを告げ生きることを諦めるなと号令を発し未来の祖国のため下官を決めたもの祖国の未来を守るため官に残り作戦決行を決めたものそれぞれが祖国の希望だった原爆を積んだ爆撃機 B-29 が控えるテニアン島の強襲作戦を決行する 圧倒的な戦力を誇るアメリカ太平洋艦隊がイ5 0 7の前に立ちはばかる。この作戦を決行するにはローラ・レイガー、そしてパウラの力が必要不可欠だと皮肉にも自分が拒んでいた人間兵器の使用をせざるを得ない状況となった木の実に対しパウラは人の死に干渉する力が強すぎるせいでこのままローレライを酷使することと先制攻撃をしてしまえば パウラは死んでしまうとグミ、ジオカ大尉は静止するが、上院たちはパウラの負担を最小限に抑えるための作戦として、破壊力のない魚雷を敵艦の動力源に命中させ、撃沈ではなく航行、戦闘不能に追い込む方法を取った。だが、アメリカ艦隊の圧倒的火力による攻撃で、E507 までも航行不能に陥ってしまう。 木崎の命を犠牲にした、艦内修理により、イ5 0 7は、無事に元の戦闘海域に戻り、原爆投下作戦を決行する、B-29 が飛び立つ海域に緊急浮上し、艦砲で B-29 を撃墜する。原爆は海へと沈み、東京海滅は回避された。作戦終了と同時に、アメリカ艦隊の攻撃が E507 に、牙が向かれる中、 イ5 0 7は、再び海の中へと姿を消していった。そして、作戦終了時に、生きろという最後の命令を下され、戦闘海域から離脱した折り笠とパウラの乗る、潜水艇は、また同じく、あの海に響く美しい歌声だけを残して消えていった。それから時は立ち現代。当時アメリカ海軍側として、イ5 0 7は相手に戦った、年老いた。 マイナット中尉は、若き、日本人ジャーナリストに、自分の知ることの天末のすべてを話し去っていった。ジャーナリストの左腕には、かつて木の実がパウラに、自身の妻の形見と称して渡していた腕時計があった。アニメーションや、特撮演出などで評価を得た、樋口真二監督による、実写長編作品。舞台は、 第二次世界大戦末期の日本を背景として、原爆投下を阻止すべく奮闘する潜水艦の乗組員たちを描いた、いわゆる潜水艦映画ではあるが、戦利潜水艦イ、e、5 0 7やローレライシステムなどの核兵器の登場。また、第三の原爆、日本海軍の内乱など史実とは異なる展開が語られることから、核油戦機、または、 SF ファンタジーとしての要素が強い映画と言える。特殊能力を持つ少女と特攻隊員である青年をはじめとする E507 の乗組員たちとの交流を縦軸に日本の将来のあり方をめぐって対立する二人の軍人の姿を現代に生きる日本人作家の視点と かつて、イ五百七を追跡したアメリカ海軍駆逐艦の元乗組員である老人の視点から描いている。総制作費十二億円。工業収入、約二十四億円。観客動員数百九十万人。二千五年度9位。キネマ旬報ベスト1八十五回前市百二十四から二千十一1百五十ページ放送時間は二十一時十五分二十三時五十二分。 23時のスリルな夜と23時30分の僕らの音楽アワーミュージックは休止。22時52分のミニ番組は23時52分に繰り下げた。1984年10月6日開業2018年2月4日閉館。通常、3月期の日劇にはドラえもん映画作品が上映されていたが、この年はテレビアニメ第一期終了と、 第二機開始の影響により、新作の制作が行われなかった。ありがとうございます。